待ちに待ってるスーパーマリオ3。今回はいくつかの画面と技を紹介しよう。なんとマリオ3では亀の甲羅を武器にできるのだ。亀を踏んづけてストップさせ、甲羅を持って敵にぶつけたりするんだ。そしてもう一つ、新アイテムの葉っぱを取るとしっぽマリオに変身。このしっぽマリオは空中をふんわり歩行できたり、敵をしっぽで跳ね飛ばしたり、ブロックを割るなど、とてもお茶目なキャラクターになるんだ。クッパの子供たち、コクッパ七人衆、ハンマーブロスたちを引き連れ、盗み出した魔法の杖で大暴れするコクッパを倒し、杖を奪い、王国の人々を助けるのがマリオ3でのマリオとルイージの使命だ。操作もマリオもよりパワーアップして、全8ワールドで繰り広げられるマリオ3。特に2人プレイがすごい。マリオとルイージが協力し合ってゲームをクリアしていくんだ。全貌が明らかになるファミマガビデオ。どこよりも早くスーパーマリオ3を知らせる。